はい、お疲れ様です。今日はパジェロ、結構古めのパジェロの修理やっています。はい、パジェロのディーゼル 4M41 エンジンですかね。結構古いパジェロですが、一番のオイル漏れはここのインジェクションパイプ、デリバリーパイプのここのヘッドに入るこのシールから結構オイル漏れしていました。これですね、4つのシールをやっと交換したできたとこなんですが、これが結構思ったより大変でしたね。あ、ここはまだ閉めてないかな。こういう構造で、ここのナットが、こう、ナットがこう長くなってて、こう、インジェクターまで、こうですね。こういう構造です。なので、デリバリーパイプを一旦外さないといけないという。結構大変です。はい。まあ、インマニとか外せば楽なんでしょうが、まあ、インマニ外すのも結構大変なんで、ちょっとインジェクションポンプは、よく見えないですが、このパイプをインジェクションポンプから抜かないといけない。これがまた大変です。インジェクションポンプ側のフレアナットはこういうタイプの工具じゃとても狭くて使えないです。19だったかな。19のフレアナットですが、こういうやつ。フットレンチっていうんだけどな。これに、こういう感じで、こういう状態にして、これでなんとか、脱着した感じですね。で、そしてこの、パイプのクランプ。これがですね、ボルト外してもこのゴムが強烈に張り付いてて、これ外すのもまた大変でした。はい。やっと、あそこのパイプのシール変えて、パイプも取り付けたんで、あとは、タペットカバーなんか戻していくだけです。いやー、まずパイプの脱着が大変でしたね。はい、だいたいできて、漏れて、オイル漏れで汚れたところの掃除なんかやって、まあこの後試運転してカバーつけたりして完成ですかね。いやー、マジ大変でした。あのデリバリーパイプ外すまでの工程が、バッテリー2個ついてるしね。はい、あそこのパイプのシールのオイル漏れは直ってますね。はい、カバーもつけて完成です。はい、お疲れ様でした。